背景です。今回は小賀優斗は絶対に日本を代表するキャッチャーになりますということで、今回はですね、小賀優斗選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、小賀優斗が代表で存在感ということで、まあ今回ね、小賀選手について何で話していくのかっていうと、まあ、昨日まで行われていたアンダー2 5日本代表のマージャーチャンピオンシップ。 まあこれね、見事日本代表優勝を飾ったということなんですけれども、まあ小賀選手もね、このアンダー2 5日本代表に選ばれていて、まあそこで本当に素晴らしい結果だったりとか活躍っていうところを見せていたんですね。まあ存在感を見せていたというところがありました。まあそんなね、小賀選手の活躍っていうところを振り返っていきながら、まあ本当に今後小賀選手がね、どんなキャッチャーになっていくのかところについて話していきたいなというふうに思います。 で、まあ、ちょっとタイトルでもね、小川選手、まあ、日本代表するキャッチャーになるっていうふうに、ま断言したんですけど、本当にね、この日本代表での、まぁ小川選手の働きっていうところが、まあ、素晴らしくて、まあ、まずは18日の試合、まあ、これオーストラリアとの試合だったんですけれども、まあ、早川投手たちを、投手陣をね、しっかりとリードして、まあ、無失点で、ま勝つことができたということになりました。 まあ、小川選手ね、なかなかこう、マスクをかぶる機会がなくて、スタメンマスクっていうのはこの試合だけだったんですけど、しっかりね、この試合で、まあ、リードをして、存在感を示したということでした。そして、まあ、皆さんも本当に記憶に新しいというか、やっぱり小賀選手のここが一番良かったところは、まあ、昨日の19日の、まあ、決勝のね、場面だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、この試合もね、小賀選手はスタメンではなかったんですが、10回のね、場面で、ピンチバンターとして、 試合に出場をしましたまた、あ、本当にもうこれさよなら勝ちがもう目の前まで来ているっていうような状況のところで、まあ、ランナー1・2塁で、まあ、コカ選手がピンチバンターとして出たんですよね。でまずはこれ1点取らないと追いつけないっていう状況の中で本当にプレッシャーのかかる場面だったと思うんですけれどもこの場面で。 え、バントを見事1球で成功させまして、で、その後ね、日本代表の方が、ま、2点獲得してさよなら勝ちということになりました。だ本当にこの小賀選手の、ま、バントっていうのが、まあ、優勝を大きく引き寄せたと言っても過言ではないし、まあ、ツイッター上とかを見ても本当に影の MVP は小賀だみたいな風に、まあ、おっしゃってる方もね、たくさんいるぐらい、まあ、本当にこの小賀選手の、え、バントっていうところが、 非常にね、大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、小川選手、まあ試合で活躍っていうところは主にこの2点になるんですけれども、やっぱりこの裏での動きっていうところがね、本当に素晴らしいなっていうふうに僕は感じまして、出場機会っていうところは本当に少なくて、まあ、スタメンマスクは1試合だけだったんですけれども、 ただね、やはりこう、ベンチでの動きっていうところ、ここは素晴らしかったんですね。まあ、ライオンズで一緒にやっている今井投手だったり、スミラ投手っていうところも、まあ、今回代表に選出をされていたんですけれども、やはりね、彼らのことをよく知っている、まあ、彼らのボールをシーズン中よく受けているからこそ、まあ、非常にこう、ベンチでね、彼らをリラックスさせたりだとか、まあ、イニング間でのキャッチボールっていうところも、率先してね、やっぱ今井投手とスミラ投手の時は自分がやんないとっていうふうに、 思ってやっていたというのがありました。できるだけやっぱりこう、いつも通りで投げてほしいっていう思いがね、小賀選手としてあって、まあ、ライオンズの代表として選ばれている価値はそこにあるんだっていうのを、まあ、自分でね、しっかりとこう自覚した上で、まあ、そういったね、行動を取ることができている。こう、ちゃんとね、試合に出れない中でも、ちゃんと自分の役割は何なんだろうっていうところを考えて、まあ、取り組めている姿勢だったりとか、まあ、そういう行動っていうところが、まあ、本当に僕はね、素晴らしいなと思いました。 まあこういったやっぱりね、動きっていうところが、まあすでにもう2年目でもできているっていうところ、しかもこの代表、初めての代表っていうところで、まあ緊張だったりとかも、コア選手自身もあったと思うんですけれども、しっかりと、こう、裏方の仕事もちゃんとやりながら、で、試合に出た時は、ちゃんとね、バントを成功させたりだとか、まあピッチャー陣をリードしたりだとか、まあそういったことが本当にできる、まあ素晴らしい選手だなっていうところを、まあ改めてえ気づかされました。だからね、今回は、まあコア選手についてね、ピックアップをしていきますま。そんなね小川 選手、まあ来は正補、まあちょっとね、来シーズン以降のコア選手について話していきたいと思います。まずはね、今シーズン、まあさっき代表での活躍ところを見ていったんですが、まあシーズン中のね、活躍ところも振り返っていきながら話していきます。まずは成績からです。100試合に出場しだ率2割1倍1厘、52安打2本、20打点、単身54個、フォアボール23個、長打率3割1厘、推率2割9分4厘、OPS が5割9分6厘という成績でした。 で、コア選手は、まあ、今年大卒2年目ということだったんですけれども、まあ、森友也選手がね、オリックスに席をしてしまったってところがあって、まあ、2年目ながら本当にね、たくさんの出場機会がありました。まあ、計100試合に出場したということでね、まあ、2年目のキャッチャーでね、100試合出場ってところはね、なかなかいないんじゃないかなと思います。 で、あとはやっぱりね、つげ選手っていうところが期待をされていたんですけど、まあちょっと故障があってね、なかなか試合に出れない期間っていうところもあって、まあコア選手がね、多く出たということでした。で、昨シーズンも、まあちょくちょく一軍に出てはいたんですけれども、やっぱりなかなかね、ルーキーやるところもあって、えー、まあ守備でも土域でも結果を残すことができなくて、まあ特にやっぱ盗塁阻止率っていうところ、ここが昨シーズンは、まゼ0割だったということで、まあ一個も盗塁を刺すことができなかったんですね。 で、それを本人もね、すごい悔しいっていう風に言っていた中でえ、今シーズンは昨シーズンのその課題だった盗塁阻止率を大幅に向上させてえ、12球団トップということになりました。まあ1年でね、本当にこれだけ成長を見せているっていうところ素晴らしいですよねで。あとはね、やっぱりピッチャー陣もね、懸命にリードして、まあ2年目ながらね、十分もうピッチャー陣の信頼っていうところも勝ち取ることができたんじゃないかなっていう風に思うし、まあライオンズはね、最終的に先発ピッチャーでは、まあ、3人が2桁勝利で、9勝が 1> 1人とということで、まあ、本当にね、えー、ライオンズの先発陣全体的に素晴らしかったのはやっぱこの後半選手の活躍っていうのも大きいんじゃないかなと思います。 で、バッティングの部分でも本当に成長一しくて、まあ昨シーズンは打率で1割5分5厘ということで、まあやっぱりバッティングも課題っていうふうに言われていたんですけれども、まあ今シーズンは、ま打率もね、2割1分8厘ということで、まあ OPS もまあ6割近くになってきたということで、本当にね、えー、この打撃でも1年間で大幅に成績を向上させました。まあ総合的に見てめちゃめちゃいい成績っていうわけではないんだけれども、まあ特にこの夏場以降っていうところが非常に顕著で,でして、 夏場以降からめちゃめちゃバッティングが良、ね、くなったんですよね。えー、7月の OPS が6割5分2厘、8月は7割3分5厘、9月が7割1分、10月が8割7分5厘ということで、 本当にこのね、7月から10月にかけては、もうほぼほぼ打てるキャッチャーと言っても過言ではないぐらい、それぐらいの打撃成績っていうところを残してきておりまして、これもしかしたら来シーズン年間通して OPS7 割ぐらいの活躍は見込めるんじゃないかと、それぐらいの活躍っていうのをね、本当に夏場以降は見せてくれたかなと思います。で、その中で、今シーズンはサムライジャパンも経験して、 もう本当に来シーズンはね、絶対に僕は正保守にまなれるかなっていうふうに思うし、もちろん次選手もいるし、 まあ、あの、住谷銀次郎選手もね、加入してくるということで、まあ、よりまたね、キャッチャー陣の争いは激しくなってくるとは思うんだけれども、まあ、やっぱりね、コア選手今年での経験成長ところは大きいですし、まあ、本当にバッティングもね、良くなってきているっていうのがありますから、もうリーグでもトップクラスのキャッチャーになれる可能性っていうのが、もう僕は来年十分あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ベストナイン、ゴールデングラブってところ、まあ、そんなに簡単ではないかもしれないけれども、まあ、獲得できるんじゃないかなっていうふうにも思ってるし、なんならね、もうトップチームの代表とかにも入っていって、 いけるようなまあ、それぐらいの選手にだって。僕はね。来年でなれるんじゃないかなっていう風に思うので、まこう選手このね。日本代表での経験も含めて、まあ、今シーズンの成長を糧にまた来シーズンもね。頑張って日本一のキャッチャーに成長していってほしいなという風に思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。